どうも斉藤紳士でございます。さあ今日からですね、紹介いたします。改めて紹介する本はですねこちらでございます。はい、ドストエフスキー罪と罰でございます。はい、めちゃめちゃおもろいです。はい、ドストエフスキー罪と罰、非常に長いお話ね、これだけありますから、長いよと、読んでられないよという方ね、サクッと動画で知りたいわね、ございます。3分でわかる罪と罰やってる人もいます。3分でわかるかバカっていう、バカ野郎っていうことなんですねつまりね、なんか皆さんね、サクッと知りたいわ、あらすじだけ知りたいわだったら、まあ3分でわかるかもわかんないですけども、一応読んだことにしたいわって思ってません？だってそうでしょ。あらすじだけ知りたいんだったらね、本屋さんに行って裏のそれこそ ここに書いてあるのを読んでくださいよ。これでいいですよ、別に動画見なくても。なんか そんなようなことをやってる動画もありますね。人間というのはね、どうしても楽したい生き物ですから、楽して罪と罰を読んだことにしたいわと思った方ね、いると思うんですけど、3分じゃ分かりません。じゃあどうすればいいのか。中田のあっちゃんがやってる最高あっちゃんね、確かにあの動画むちゃくちゃ面白いですし、再生回数も何百万回ぐらいいってますよね。いってますけれども、はっきり言うと、あれはあれを見ただけでドストエフスキー罪と罰を読んだことにしようは無理があります。めちゃめちゃ無理があります。なぜかというと、あっちゃん自身漫画しか見てないんですよ、あれね。漫画しか読んでないんで、もうストーリーの美味しいとこ取りはしてますよ、確かに、ね、こことこことここつまんだら美味しいわっていうところしてますけれども、じゃあ例えばあの動画を見て罪と罰読んだよって言った時に、あーそこの下り長すぎなかったとか言われると誰それっていうぐらい、あれほとんど何でしょうか、本当に上積みだけ、ストーリーの上積みだけを紹介してるんですよ。で、なんだったらいろんな要素があります、罪と罰の中には。文学的に深いものがある、哲学的なものがある、数秘術的なものもある、もういろんなものがこう、宗教とかも主義とかいろんなものがある、ロシアの考え方とかもいろいろあった中でね、まあ一つの要素としてミステリーの要素あるよね、名探偵コナンっぽいくだりあるよね、古畑任三郎っぽいくだりあるよね。そこだけなんです、あっちゃんが紹介してるのは。だからあれだけを見て、読んだよ、ドストエフスキーの罪と罰でしょ、すごい罪ってたよねとか言っても全然ダメですよ、はっきり言って。あの動画を見て読んだことにはできないので、もし読んだことにしたいんであれば、少なくともあの動画よりはこっちの方がいいです。しっかりと読んだ人間がしっかりとこれだけ読んで、さらにですね、さらに、今回参考文献としてですね、亀山郁夫さんの罪と罰ノートというのも参考にさせていただいております。それだけの本を読んだ人間がやってますから、あっちよりも読んだことにはできますので、何卒よろしくお願いします。今このね、この動画に、ドストエフスキー罪と罰でたどり着いた人に、今お話をしております。はい、さあ行きましょう、本編でございます。まずこのドストエフスキーの罪と罰、全部でですね6部構成となっております。6部とエピソードが1つということで、エピソードでごめんなさい、エピローグが1つということで、全部で7つの章がございます。はい、で、お話としましては全部で14日間のお話でございます。これね、1日の始まりを晩頭と言いまして、まああの夕方にこうキリスト教がね、お祈りを捧げることなんですけども、この時間を軸とすると正味13日間のお話なんです。13、なんか聞いたことあると。そう、キリスト教では意味数字と言われて、まあ、あまり好かれてはない数字なんですけれども、に対するこだわりというのは、ラスコーリニコフの住むアパートの最上階から、屋根裏部屋に通じる階段の数というのも実は13階段なんですね。はい、で、物語の第1日目からどんどん破滅の階段を上っていく13階段のように、13日間を経ていくという物語なんだということでございます。考えすぎじゃないとか偶然じゃないと思う方、そんなことないんです。ドストエフスキーっていう人間はですね、さっき言いました数秘術的な非常に関心の強い方です。あらゆるところに数字のマジックというか、数字の妙というかですね、というのを散りばめております。はい、それを読むだけでも非常に面白いです。はい、一部の紹介しましょう。1860年、これはおそらく5年とされておりますけれども、7月サンクトペテルブルグ郊外のですね、気温が35度を超えるという暑い日でございます。
35度大したことないんですけどっていうのはやめてください。ロシアですし、当時ですし、それは今の日本なんかで比べたらね、35度ちょっと涼しくないみたいな風に思う日もありますけれども、35度を超えるという暑いある日の夕方、千奈屋広場という広場があるんです。千奈屋広場に、近いですね、貧民区に住む一人の青年が通りに出るところから話は始まります。バーッと通りに出るんですね。青年の名前はロジオン・ロマーノベチ・ラスコーリン・ニコフと言います。23歳でございます。半年前にペテルブルク大学の法学部を学費未納のため中退したばかりという男でございます。はい、家庭教師のアルバイトもせずですね、日々奇怪な空想にふけるやばいやつです。はい、今で言うやばいやつです。はい、ヒポコンデリーというですね、心機症という、今でいう精神衰弱のような、状態で、ふわーっと歩いています。どこに向かっているの？ある金貸しの老女のアパートに、向かっております。はい、その日彼はすでにですね、1ヶ月近く温めているある計画を実行に移すべく、その下見を兼ねて家を出たんですね。その計画とは何か、はい、金貸し老女を殺害した上にですね、金品を強奪するという計画でございます。恐ろしいことを考えているわけです。犯罪者のお話でございます。はい、で老女の名前はですね、アリョーナ・イワノーブナ、はい、二度と言いたくない名前なんですけどもね、言いにくいんで、アリョーナ・イワノーブナ、ブナっていうところでございますけどね。で腹違いの妹にリザベータというふうに、ね、リザベータは言いやすい、リザベータと腹違いの妹と一緒に住んでいます。はい、年は60歳ぐらいの人です。だから老女とか言ってますけど、そこまで今の60歳なんていうとね、若いでしょ。ダウンタウンの松本さんとか今60歳ですよ。老人って感じはしないでしょ。でも当時で言うと老女、老人っていう感じですね。はい、で、その時にですね、親父の形見であります懐中時計を質草にしてですね、1ルーブル15ペイカ、それがどんだけのものか分かんないですけども、借ります。はい、で、その後ですね、生まれて初めて薄汚い地下の居酒屋に立ち寄ります、ラスコリニコフは。でそこで話しかけてくるやつがいるんです。お兄ちゃんってね、来るわけです。その相手がですね、元給湯官、これ給湯官っていうのはですね、その、公務員ね、役人のランクです。で、そこを退職した退職管理なんですけれども、そのセミョン・マルメラードフ、セミョンっていう感じですよね。昔太陽にミヤーンっていう首位打者がいましたけど、バッターがいましたけど、セニョーンっていうことです。セミョン・マルメラードフ、このマルメラードフはですね、妻カテリーナのですね、誇りや横暴、それから繊細との娘で、今はですね、木の観察のお世話になっている、これはですね、木の観察って何かというと、娼婦をすることの許可を取っているということですよね、国から。実の娘ソーニャのこと、ドイツ人の家主から追い出されそうになっていることなどを愚痴るわけです。バカなんだ、カテリーナ怖い、もうすぐ怒るしな。ソーニャは可愛いよ、ソーニャは可愛い、でもちょっと娼婦になっちゃってね、もうドイツ人の家主がもう怖い、もうみんな怖いとかいうような愚痴を言ってるわけです。はい、で、翌日ですね、下宿のおかみさんの下で働くナスターシャに叩き起こされます。つまり居酒屋に行って飲んで家に帰ってガーッと寝てると、ナスターシャにね、もう当時は別に入れますから、もう起きて、何よっていうね、ことなんですけれど、非常にこのナスターシャが世話焼きなんですね。で、ある他の文献とかを見ると、元恋人っていうような話もあるんですよね、このラスコリニコフもね。ちょっとそれちょっと真偽の方は分からないんで何とも言えないんですけれどもね。はい、で、なぜ起こされたのか、お母さんから手紙届いてるわよって言われるわけですね。プリヘイリア、お母さんからですね、お母さんの名前プリヘイリア、プリヘイリアから手紙が届いていたと。でどうやら彼の妹ドーニャ、ラスコリニコフの妹ドーニャがですね、住み込みの家庭教師をしているスビドリガイロフ、スビドリガイロフ家の主人との間にね、怪しい関係があったんじゃないかと疑いをかけられて、妻のマルファに追い出されたこととかですね、それから、その後スビドリガイロフ本人の証言もあり、疑いが晴れた彼女は、マルフィの遠縁にあたる中年の弁護士ルージンから求婚され、これをしぶしぶ承諾したことを書いておりますね。その彼は思うわけですよ、ラスコリニコフは。きっとこれ俺のせいだと、俺のせいで結婚するんだろうと、
ね、俺がうだつが上がらない、ね、大学も途中で辞めて、ね、アルバイトもしてない、何にもしてない、ね、だってもう学費未納で辞めてますから、ね、で将来もない、ね、家はどうするんだ、唯一これから大学柱になるべきラスコリニコフがもううだつの上がらない、今でいうニートですよ、ニートをやってると、じゃあどうするんだって言って、妹が金持ちのところに、しかも小金持ちなんですよ、そんな大金持ちじゃない、弁護士なんで、小金持ちのところに嫁ぐ、俺のせいなんだな、中年のですよ、ルージン絶対好きなわけないっていうふうに思うわけですね。でその手紙の中ではさらにですね、母とその妹がですね、ルージンの世話でですね、ラスコリニコフが暮らすペテルブルグに今旅立とうとしていることなどが書かれていました。でここまででちょっと考察を入れたいんですけれども、最初にまず数秘術的に非常にちょっと面白いよというような話でですね、物語の舞台は1865年と見られております。始まりの日は居酒屋で、その、マルメラドフのセリフからどうやら7月7日77の日だというふうに限定できます。そこまで限定できるのできるんです、はい、なぜかというと、セリフの中で6日前のことですが、私が最初の給料をそっくりそのまま持ち帰った時というセリフがあって、ということは6日前が給料日だということですよね。で当時、観光庁のですね、給料日というのはですね、まあ、ロシアのね、月始めと定められていたので、給料日は7月の1日なんですよ。ということは6日前って言ってるってことは7月7日になるんですね。ドストエフスキーは7という数字に非常にこだわっていたそうです。まあ、ドスト自身が通じていたピタゴラス派のですね、理論では7は神聖、健康、理性の象徴とされていた。まあ、今でもそうですよね。ラッキーセブンって言いますし、僕も7っていう数字非常に好きなんでね、縁起のいい数字っていう感じしますよね、はい、で 罪と罰の構造も実は6部と1つのエピローグで7つでちゃんと構成されているというね、そういうこだわりもあるんですよ、はい、でちなみにカラマゾフの兄弟、全然違いますけれども、カラマゾフの兄弟はじゃあ 何章あるのというと12章と1つで13ということで、こっちは意味数字にしてるというね、何かしらやっぱりそういうところにこだわりがあった人なんだそうです、はい、で、合理主義的ともいえるこの数へのこだわりっていうのはですね、この小説の持つ異様な熱気、異常な雰囲気に同期しようとする読者への一種のシグナルだったと亀山さんはおっしゃっております、はい、でラスコールニコフのいる屋根裏部屋、ね、ございますけれども、彼のね、陥っている彼の病んだ精神性のシンボルとして意味付けられていると。屋根裏部屋じゃなくても別に普通の部屋でいいんじゃないの、いや屋根裏部屋が良かったんです。母親にですね、まるで棺桶ですよと言わすほどの屋根裏部屋、本当に汚い屋根裏部屋、何かというとですね、このナジーロフというですね、ドストエフスキーの研究者はですね、ドストエフスキーの小説世界における主要な対立、アンチテーゼはですね、棺と空気なんだと言ってるんですね。で、この棺に孤立を空気に、民衆の世界っていうのをそれぞれ当てはめているんだよというふうにおっしゃっているそうです。つまり屋根裏部屋っていうのは建物全体の頂点にありますよね。だって屋根の裏にあるんだからね、そうでしょ、屋根の上裏にあるということは一番最上階にあるわけじゃないですか。頂点にありながら悲惨と同居する空間でもある、一番上にあるのに一番悲惨なところね、っていうのがナポレオン主義にかぶれた彼の精神性のまさにメタファーと言えるんじゃないかね。汚えとこにいるくせに一番上だよ俺はっていうふうに言う、これがまさにラスコリニコフの今の状況とリンクするんではないかというふうにおっしゃってるんですね。で手紙が、さっき言った母親から来た手紙が送り届けられた日は7月の8日、これはですね、火山の聖母祭というお祭りの始まりの日なんだそうです、はい、何それと、全然私も知らなかった。1579年ですね、ロシアで有名な火山の聖母というですね、聖像画があるんだそうですけれども、9歳になる少女マットリョーナの前にですね、聖母が現れてですね、このお告げに従って大火にあった火山市でこの聖像画の発掘が行われたと。で、結局見つからなかったんだけども、マトリョーナ自らが乗り出して発掘したら見つかったというような逸話があるんだそうです、はい、それからその火山の聖母祭り、まあこれ母、聖なる母の象徴というふうにね、捉えていただいていいと思います。で、話は変わりまして、このね、一部の中でも夢っていうのがよく出てきます。もうね、
馬をもう殴り殺す夢とか、もう言った怖い夢とかいっぱい見るんですけども、まあ、これも非常に効果的に使っているよというようなお話もございます。はい、フロイトもユングも存在してない時代なんですけれども、夢判断の科学性に関心を抱いていたかは不明なんですけれども、小説のプロットと夢の照合関係を効果的に築き上げようとして、夢っていうのを使っていたということですね。で、さっき言ったその馬を虐殺する若者、夢の中で出てくるんですけど、ミコールかって言うんですよ、そいつの名前が。もう多分ね、読んでたら忘れると思います、序盤に出てくるん で最後の方にね、とある人物が出てくるんですけど、この名前もミコールかと言います。はい、で、ラスコーリニコフの反抗というのを後押しした大きな出来事の一つにですね、千納屋広場でたまたま耳にした商人夫妻とリザベーターの会話がございます。はい、商人夫婦はですね、言うわけですよね、とリザベーターがバーッと喋ってるわけですよ。じゃあちょっと6時過ぎに行くから、ああ分かった、じゃあ6時過ぎに待ってるよみたいな会話がなされるわけです。それを聞くんですよ。これが犯行の後押しになったんですよ。なぜかその時間家にリザベーターいないのかって分かるわけですよね。言ったらラスコリニコフは老女を殺したいわけですね。リザベータがいない時間帯にしたいわけでしょ。それはああ6時過ぎにいないのか、よしよしよしと思うわけですよ。ところがこれが大きなミス。何かと言いますと、商人夫婦はですね、6時過ぎにと彼女を自宅に招いたんですね。で、商人の訛りがひどかった、うん、しかもロシア語では6時過ぎっていうのを第7日目というふうに順序数詞を用いた表現をするんですね。これ分かりますかね。例えばね、このチャンネルも、3年間ね、言ったら2020年から2023年3年経ったわけですよ。丸3年経って4年目に突入しましたっていうわけですよ。これ4年目に突入って、あ、4年間やったんだと勘違いする人もいますよね。違います。3年間やって今から4年目なんですみたいな、今4年目なんです、昨日まで3年目でしたみたいな、3年間やってましたみたいなね、そのあるじゃないですか、その順序数詞っていうのね、それを用いていたのでちょっと混同してしまったんではないかなと。ここねちゃんと描かれてないんですけれども、まあ、後にその話はしますけれども、このちょっとした誤解っていうので、殺害っていうのがちょっとおかしな方向に行くんですけれども、犯行当時の動きでございます。老女のアパートにラスコーリニコフは向かいます。もちろん犯行を行うために行きます。時刻は7時過ぎ、7時10分彼は、ユスーポフ庭園そばの店で時刻を確認しています。そこから 4,5 分で現場に到着します。で7時20分前後に犯行に及ぶんですね。持っていた斧で、老女のところに行って、なんだよな、またあんたがみたいな感じで言ってる、あすいませんねとか言いながら後ろを向いた瞬間に斧でバッ殺すわけです。ダーンって、そこのね描写もリアルですよ。ぜひ読んでいただきたい。生々しいです。うわ、頭にスポーンってきたような映像がファッと浮かぶような文章で書かれています。バー殺します。よっしゃ殺したと思ってふっと見たらリザベータがそこにいるんですよ。え、なんでなんでと思ったけど、もうこれ見られてるから殺さなと思ってリザベータも殺してしまうんですよね。本当は殺したくなかったんですけども殺してしまった。え、おかしいな、6時過ぎって言ってたやん、えっていうようなねところなんですよ。そこでこう時間のね、齟齬があったということでございます。はい、で部屋を出たのは7時45分。斧をですね、庭番小屋に隠してですね、屋根裏に戻ったのが8時過ぎという時間経過でございます。はい、でここでちょっと緩和球大じゃないですけども、実は殺されたのは3人なんだよっていうようなお話もございます。え老女とリザベータだけじゃないの、違うんです。実は一番最初に書かれた作品の中ではですね、ビスバーデン版っていうらしいんですけど、ビスバーデン版ではですね、まあ、一人称の最初にね書かれ中編小説として書かれたものの中にはですね、リザベータのお腹の中に子供がいたという、実は記述がはっきりとありまして、ナスター社がですね、解剖の結果分かったのは6ヶ月目だったんだってというような会話があるんですね。はい、で、そこで実は3人だったというところなんですけれども、まあ書き換えられたとね。で書き換えたんですけれども、ひょっとしたらいたかもしれないっていうのは分からないんですよ。なぜかというと、その本編の中でも、リザベータっていうのはもう妊娠を繰り返しているんだよみたいな会話は残されてるんですね。だからひょっとしたら殺害したのは3人だったかもしれないということでございます。はい、で第2部、はい、
ここから第2部でございます。物語は4日目に入ります。はい、事件の翌日7月10日から始まります。はい、半ば専門状態に近い形でもう意識朦朧としたような感じでですね、眠りを貪っていたラスコリニコフは再び、ナスターシャに起こされます。ナスターシャはよう起こすんですよ。まあちゃった、また起こすんやん。はい、なんですか。警察よ。え、警察、え、もうバレたん、昨日よ、え、早、日本の警察ぐらい優秀やんとか思うわけですよ。警察、まあいい、ドキドキしながら警察署に行くわけですよね。で、出向くとですね、ああ来たか、あのね、家賃未払いでしょあなた、うん、もうこれ以上ね、未払いだと出て行ってもらわないといけないから、もうちゃんと払いますっていう督促状にあのサインしてくれるって言われるわけですよ。別件だったんですよ。よかった、別件だ、ああ安心したというふうに思うわけです。でもその警察でですね、事務官のですね、ザメートフやですね、偶然現れた火薬注意ことイリア・ペトレービチなどのですね、やり取りからですね、昨日の老女殺害事件が話題となっていることが分かるんですよ。だから事件自体はもう明るみになっている。警察はもうちゃんと嗅ぎつけている。それは分かるわけですよ。ああ、なるほど。やっぱり話題になってるなぐらいには思うわけですよね。で、その話をガーッと聞いてるわけですよ。ああ、やばいな。やばいな。ああ、バタンとそっと押してしまうわけです。はい。で、それから3日間、ラスコルニコフは半ば意識不明の状態で眠り続けます。そして4日目の朝10時に目が覚めるとですね、そこには友人のラズミーヒンがいます。これ非常にいいです。ラズミーヒン素晴らしいキャラ、ラズミーヒンね、今だと志尊淳子にやってほしいです、もしドラマ化するんであればなぜか分かんないですけど、ラズミーヒン非常に好感が持てる青年でございます、で、ラズミーヒンとナスターシャもいたんですね。2人とも彼の世話をしてくれてたんですけれども、母プリヘイリアからですね、仕送り金35ルーブルも届けられていたよというふうに聞くんですよ、ね、仕送り金来たよみたいな。ああそうなのか。で、知り合いの医者の、ゾシーモフもいてですね、様子を注意深く診察していたんですね。で、そこへですね、突然かしこまったみだりの妹ドーニャの婚約者である、弁護士のですね、ピョートル・ルージンが現れる。あ、手紙で聞いた婚約者の中年の、あ、ルージン、あ、ルージンが来たっていうふうに思うんですね。尊大な態度なんですよ。ものすごく偉そうなんですよ。ああ、どうも、私がルージンだ。偉そうだな。ね、ラスコリニコフはですね、その態度にブチ切れるんですね。で、ルージンを追い出すんです。もういい、帰れ、お前は。一人にしてくれっていうわけですよね。で、ラスコリニコフ、ニコフを残してですね、ラズミーヒンとゾシーモフは退散します。はい。で、例の殺人事件の話にやたら神経質なラスコーリニコフに対してですね、ちょっとなんかあの話するとピリッとするよねあいつみたいな話をねしてるんですよ、まさか犯人とは思ってないんですけれども、で、ラズミーヒの登園にはですね、ラツアンで知られる予心判事のポルフィーリーっていうのがいるんです。このポルフィーリーが非常に古畑任三郎っぽいんです。おかしいですねあなた、みたいな感じで来るわけです、で、ラスコリニコフはですね、警察に行こうと思うんですよ。あ、もう自首しよう、もう疲れたよ母さん、僕疲れたよ、バーって行こうとするんですけど、その前にちょっとあの現場に行こうってね、犯人は現場に戻るってよく言いますけど、現場を見に行くわけです。老女がいたアパートです。するともうあの修繕工事というかですね、すでに修復の最中だったんですね。で、ああそうか、もうそんな風になってんのかと思って、老女のアパートから通りに出た彼はですね、人だかりに気づくんですよ。人だかりができてるのはなんだ。で、そこに酔っ払った役人マルメラードフがですね、馬車に引かれてたんですよ。ブワーね、あのおっさんや、前なんか喋ったおっさんや、ね、でも瀕死状態ですね。で、彼を妻カテリーナの待つアパートにこう担ぎ込むように言うわけですよ。おい、知ってる俺こいつ、なんかあのあそこのところに住んでるわ、ちょっとみんなで連れて行こうって、わーってね連れて行くわけです。で、手当てをするんですけども、その甲斐なく死んでしまいます。はい。で、そこに現れたのが美しいブロンドの髪と素晴らしく青い目をしたソーニャ・マルメラードワでございます。美しい女性だしソーニャと思うわけですよね。はい。で、そこでなぜか、ラスコリニコフはですね、母からもらった送金の大半をですね、お困りでしょう、使いなさい、ではやっちゃうんですよ。いや、お前も困ってるやろっていう、ね、
お前の方が何やったら困ってるやろっていうような状況なのに、そういうことをするわけですね。で、彼はですね、帰り道の道すがらですね、最近近所に引っ越してきたね、ラズミーヒンのアパートを訪ねます。で、容体を案じたですね、ラズミーヒンはですね、ラスコルニコフを自宅に送っていくんですけれども、そこに待っていたのはペテルブルグに到着したばかりの、母と妹だったんですね。で、記された日付っていうのが7月14日でございます、はい、で唯一の友人ラズミーヒンとはというところなんですけども、ちょっとここはラズミーヒンについてね、ルソーの告白録を訳そうと企むという記述があるから非常に知性は高いんです。頭のいい男なんですね。で、チホミーロフというですね、これ実際に言いますロシアの革命家はですね、ラズミーヒンはこの時期のドストエフスキーの思想的な分身としてですね、土壌主義哲学の一環とした体現者となっているというふうに書いております。土壌主義って何っていう、これはですね、ロシア的根源や、土壌を忘れて容易に西洋化していくことを批判し、ロシアの伝統的な土壌精神を基盤としていくこと重視する立場ね、ロシアの遥かなる大地に愛をみたいなことでございます、はい、簡単にね西洋化とかヨーロッパとか言ってんじゃないよと、お前はロシアに生まれたんだろう、ロシアを愛せよということなんですね、この広大なロシアをということでございます、はい、ラズミーヒの土壌主義とですね、ラスコーリニコフのナポレオン主義はですね、どのような形で交錯したのか、そうした主義を超えた何かがあったのだろうかというところが、これからね読むところで非常にポイントとなります。第3部いきます、はい、物語は8日目へと差し掛かります、はい、7月の14日に起こった一連の出来事の記述に費やされております。3部はね、はい、翌朝酔いから目覚めたラズミーヒン、まあまあいつもですよね、あ、ラズミーヒンですね、ラスコリニコフじゃない、ラズミーヒンはですね、前夜の振る舞いに激しい自己嫌悪を覚えながらもバカレーエフの旅館、このバカレーエフの旅館にサンクトペテルブルグに来た、ラスコリニコフの母とドーニャ妹は、宿泊泊まってるわけですね、はい、に向かいます、はい、でそこで、彼はですね、ドーニャの婚約者ルージンが上京してきた母と娘を駅まで出迎えなかったことを知ります、はい、ルージンの世話に来たのに母と娘、婚約者ですよねルージンからしたら、それを迎えに行かなかったことをここでしょう、何なんルージンって何なんっていうふうにね思うわけですよね。で彼はですね、母プリヘリアからですねルージンの手紙を見せられます、ね、こういうルージンから手紙が来たの、そこにはですねラスコリニコフが自分を侮辱したことね、部屋に来た時に侮辱した、帰れしょうもないお前はおっさんがって言われたわけですよ、ね、かなり侮辱されたよってで、馬車に引かれて死んだ酔っ払いになんかね、お母さんが送ったお金の大半をあげてましたよみたいな、まあ、告げ口みたいなことをするわけですよね。でラズミーヒンはですね2人をラスコルニコフの下宿に案内するんですね、するとそこにはもうすでに医師の、ゾシーモフが来ていたと。でそこで母はスビドリガイロフの妻マルファが急死したことを告げます。スビドリガイロフさんというねところで家庭教師ねドーニャがしてたって手紙に書いたと思うんですけども、あの奥さんのマルファ亡くなったわよ、え、そうなんだみたいなね、そこで知らされるわけです、で、その後ですねラスコルニコフはですね妹ドーニャに向かってですね、おい俺かルージンかどっちを取るんだっていうわけですよ。要はラスコルニコフとしてはね、前も言ったように気に入らないわけですよ。俺のためでしょ、俺がこんな不甲斐ないから小金持ちと結婚するんでしょ、俺を取るかルージンを取るか決めなさいよっていうわけですよね、はい、でドーニャはですねルージンからの手紙を差し出してですね、夕刻旅館での会合に来るようにお願いします、そこにルージンが来るということですよね、そこにソーニャがそんな話をしているところにソーニャがすいません、だから要はね今あのラスコルニコフの部屋にゾシーモフ医者、ラズミーヒン友達、お母さん妹いるんですよ。そこにソーニャがバーンと来るわけですよ。どうもソーニャです、あの時のお嬢さんみたいなことですよね、で、お礼を言うわけです。本当にありがとうございました、しかしあれだけのお金をくれたのでさぞお金持ちと思いきやなかなかの驚くぐらいの貧乏にみたいなことをね、まあ、あのもうちょっとオブラートに包んで言うんですよね。で一度驚かすんですけれども、でですね、ラズミーヒンはこの時に、まあ、分かるんですけども、どうやらドーニャに一目惚れしてる、で一度が帰った後ですねラスコーリニコフは、
ラズミーヒに父親から譲り受けた時計とですね、妹からプレゼントされた指輪をですね、金貸し老女の質草に入れていたことを、告白するんですね。あの殺された老女いただろう、あの今話題になってるやつね、俺も借りたことあるんだよ。あ、そうなの、みたいなことですよ。借りたこと、まあ質草入れてさ、まあどうせ分かることだから、まあ、言うけどみたいな、よくありますよね、なんかあのサスペンスドラマとかでもね、でラスコールニコがですね、予心判事、ポルフィーリーのもとに出向いていくべきかどうかをですね、ラズミーヒに尋ねるわけですよ。なんかポルフィーリーほらいろいろ嗅ぎ回ってるでしょね、質草持っていった人のリストなんか見たら俺もリストアップされてるはずなんだよ。だからもう行こうかなって、自分で行こうかなって思ってる、どう思うみたいなこと聞くわけですよね、別に何もない、もちろん潔白だけども、面倒くさくない、言われてから行くの、自分から行った方がいいんじゃないかなとか思ってっていうふうに言うわけですね。で、ラスコリニコフ、ラスミーヒン、それからソーニャの3人はですね、屋根裏部屋を後にします。で、その別れ際ですね、一人の男が遠くから見守っているんですね。誰かが見てる、家政婦が見たみたいなのを見てるわけですよね。男は一人になったソーニャ、ね、離れ離れになったソーニャが一人になったところをつけていくんですけれども、ソーニャがなんと自分の家と同じアパートに、しかも同じ階に部屋を借りていることを見つけるわけですよ、ね、ソーニャをつけていた、あ、俺の部屋に戻る、あ、同じ階に住んでるやんって思うわけですね。で、一方ラズミーヒンとラスコルニコフはポルフィーリーの元に行きます、ね、そこにはですね、警察事務次官のザメートフの姿もあったんですね、その時ですよ、ポルフィーリーが、あー、どうもどうも、ラスコーリーニコフさんですね、いや来ると思ってましたってやるわけです。なんで来ると思ってたんだ、なんか嫌なやつだなこいつ、みたいに思うわけです。でラスコレルニコフはですね、七草の話をするんですけれども、そこでポルフィーリがね、昨日自分が老女のアパートに行ったこととか知ってるかなとか思いながら、気になるなって思うんですけども、どうやら知ってるぞっていうことも気づいてくるんですよね、はい、でここで話がゴロッと変わるんですよ。ああそう実はですね、みたいな感じでこう話を変えるありますよね、ちょっと気になることがありましてみたいなことを言うわけですよ。何なんだろう、最近あなた雑誌に犯罪論を載せてましたねっていうわけですよ。犯罪論、それはボツになった犯罪論なんですよ。ボツになったと思っていた、論文だったんですよね。ラスコリニコフが書いた論文だったんですけど、ボツになったと思っていたのにそれが掲載されていたと、それをポルフィーリが読んだっていうんですよ。いや実に面白かったです、ある種の人間は法に触れることなく犯罪を犯す権利があると書かれてもねっていうことですね、要はこれがナポレオン主義なんですよ、選ばれた人は人を殺しちゃっていいっていうわけですよ。理屈はめちゃめちゃですよ、ナポレオンは英雄って言われてるけど何人殺してるんですかっていう話ですよね、で例えばですよ、世間の、ね、役に立つような、世界中を幸せにするような人間が今例えば、まあ、日本円でいうと2万円あればなんとか立ち直ることができる、たかだか2万円のために死んでいったとしたらどう、世界中を助けるのよ今後ね。ほんならその2万円のために今犯罪を犯したっていいんじゃない、だってその後すごくもうヒーローになるわけだから、みたいな理屈なんですよ。その理屈をね言っていくわけですけれどもね、で、そういうのを見たというわけですね。でラズミーヒはですね、ポルフィーリーとザメトフがラスコルニコフに嫌疑をかけていることを知ってね、怒ります。いい加減にしろよと、そんなやつじゃないよ、お前ら勘違いする、いいやつなんだあいつは、みたいなこと言うわけです。でも読んでる人はみんな思います、いやお前が一番いいやつ、ぜひ子孫淳君にやってほしい、はい、で、バカレーエフの旅館ね、お母さんと妹が、宿泊している旅館に到着する間際ですね、ラスコルニコフは屋根裏部屋に一回引き返してですね、壁の穴に隠した盗品をこう確認します。で異常はなくですね、一安心して中庭に出ると、庭番が彼を指さしてですね、町人風の服装をした男に紹介するところが見えたんですよ。あいつですよ、あいつですよ、あいつですよって言ってるところを見るんですね。で急に不安になるわけです。なんかひそひそ話されてるし、自分のこと言われてるしみたいな。で、ラスコルニコフが男の後をバーッと追っていくとですね、男はいきなり小声で人殺しって言うんですよ。ちょっと待って、
なんかバレてるっていうふうに思うんですよね。で震える足をですねもうガタガタさせながらもう引きずりながら部屋に戻り倒れて、怖い夢を見て目を覚ますと扉のところにですね一人誰かが立ってるわけです。初老の紳士が立ってるわけです。誰や誰や、それは誰か、スビドリガイロフやったんですね。